ヨナグニバは、八重山列島のヨナグニ島で飼育されてきた馬の一、品種である。また、日本在来は8場所の一つで、1969年3月25日に、ヨナグニ城の天然記念物に指定されている。太鼓はおよそ110から120センチメートルと、小型で、ポニーに分類される。毛色は、影が中心である。ヨナグニ馬の来歴は明らかではないが、 日本最西端の離島である、与那国島に生息するため、他品種との交配や、品種改良が行われることがなく、その系統がよく保たれてきた。また、1939年には、和筆改良を目的として、日本在来馬と洋酒場の交配を推進する、種馬統制法が施行されたが、与那国島は、その施行区域から除外されたために交雑を免れた。 与那国場は与那国島で古くから農耕農作物や焚き木の運搬乗用などに活躍してきた飼い主はウブガイと呼ばれる木製の投楽を自作してつけたり馬の耳にジーンと呼ばれる切り込みを入れて自分の馬を区別したまた琉球王国の時代から太平洋戦争中まで沖縄の伝統の馬乗り競技である琉球競馬に用いられていたしかし農機具や 自動車の普及などによりその役割を失い、1975年には59頭にまで減少した。同年に、与那国場保存会が設立され、保存と増殖への取り組みが始められた結果、2018年には約130頭に回復している。東牧場の与那国場農耕場としての需要はないため、主として観光用に利用される。人懐っこい性格を活かして、 動物療法にも利用されている。与那国島内では、北牧場及び東牧場等で集団で、飼育されている。また、久し裏には、与那国馬、触れ合い広場、祖内には、風は与那国馬クラブ等がある。島外では、以下の動物園、牧場等で飼育されており、一部では展示されていたり、乗馬が可能である。ありがとうございます。